アロアは、アメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡に存在する、国勢調査指定地域、非法人地域である。ハワイ語のアロハと似ているが、エイロヘクタール、ではなく、ロ、と発音する。2000年の国勢調査によれば、同地域の人口は4万1741人である。オレゴンディオグラフィックネームズによると、アロアの語源は、論議をかしている。いくつかの文献は、この名称は、 鉄道院のロバート・ケープルズによるものだとしているが、なぜこの名前が選ばれたのかは分かっていない。アロア郵便局は1912年に設置された。1983年、ジョセフ・ H ・バックは彼のおじで、初代郵便局長だったジュリアス・バックが、ウィスコンシン州のウィネバゴコの湖畔にあった小さなリゾート地にちなんで同局をアロアと命名したと主張した。最後の2文字は、 申請段階でアメリカ合衆国有政省によって転示され、発音だけが生き残ってアラワと呼ばれ続けたと考えられている。もう一つの説は元アラワ郵便局長のフリッチョフ・ジートレフセンによって主張されている。トレフセンによれば、アラワという名前は鉄道員を含む著名人が招待された夕食会で起こったものであるという。 会食の最中、招待客の一人がアロハオエを歌ったところ、それが同地の名称のヒントになった。この説を支持する文献は、アロハオエを歌った人物をジュリアス・バックの姉妹ドラバックであるとしている。ドラバックは、アラワという名称を提出した人物で、バック家がかつて居住していたアラワという地域から取ったとされる。その後、上の説と同様に申請段階で、 優勢省によって最後の2文字が転知され発音だけが残ったと考えられている。アロワは昔から地域共同体として存続してきた。1950年代にワシントン郡の東部で始まった郊外都市開発に伴って1974年にインテルがドゥアラティンバレーハイウェイと198番通りの交差点に土地を購入した時には住宅地として 特徴のない地区の一つになってしまうのではないかと思われた。道土地にはヒルズボロとビーバートンの間にインテルが構えた最初の工場が作られた。1980年代にはアロワを法人化させる動きが見られたが投票により失敗に終わっている。それ以来ヒルズボロとビーバートンの間に位置するアロアの地域はこれら二市の併合競争に脅かされてきた。 2005年にビーバートンは、ワシントン軍との合意のもと、今後10年間はアロアを併合しないことを決定した。アロアは、北緯45度29分25秒、整形122度52分19秒に、一致している。アメリカが州国国勢調査局によれば、この国勢調査指定地域の面積は19.1、経平方メートルで、全てが陸地である。 2000年現在の国勢調査で、この地域は人口4万1741人、1万4228世帯、および1万841家族が暮らしている。人口密度は2186.7平方キロメートルである、778.0平方キロメートルの平均的な密度に1万4851件の住宅が建っている。 この国勢調査指定地域の人種的な構成は、白人79.40%、アフリカン・アメリカン1.35%、先住民0.78%、アジア7.69%、太平洋諸島系0.37%、その他の人種6.70%、及び今月、根結3.72%である、人口の12.93%はヒスパニック、または、 ラテン系である14、228世帯のうち42.9%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、59.4%は夫婦で生活している、11.6%は未婚の女性が世帯主であり、23.8%は結婚していない、16.9%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、 3.5%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.92人であり、結婚している家庭の場合は3.28人である。この地域内の住民は29.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.1%、25歳以上44歳以下が35.0%、45歳。 以上64歳以下が20.3%及び65歳以上が5.7%にわたっている。中央値年齢は31歳である。女性100人ごとに対して男性は101.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は99.8人である。 この地域の世帯ごとの平均的な収入は52,299ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は56,566ベイドルである。男性は4三3 6 9ベイドルに対して、女性は29,921ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は19,685ベイドルである。人口の5.6%及び、 家族の7.9%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.4%、及び65歳以上の5.2%は貧困線以下の生活を送っている。1965年に創立したアロア高等学校がある。同校は2006年、初めての大規模な改装、拡張を受けた。また、同地域にはマギーブラザーズ美容学校がある。 ありがとうございます。